like how you. ここでいいんですよね。それからミキシングの笹森さん、よろしくお願いします。ということで今日は長い一日に、はい、エッチと悪役とおもちゃで夢をプレゼント。あのかなりあの特殊な歌詞だと思います。会長どうも。お風呂の王様だけは笑顔でしました。これが一応あの基本コンセプト。困ってしまいました。綺麗だったよ。彼の場合はほらトレンディードラマーのライン、うん、あれなんだっけ、金妻、金妻、そうそう、あそう、金妻はやっぱり、ね、絶対入れたいからね。金曜日の妻たちはちょっと待って。金曜日の妻たちは私にお任せ。今声が出てればバッチリだよ。兄弟人気は今もなくしていません。そう、釣りバカ元太の笑顔は80キロです。あなたのいいいてててそのまま、あなたなんちゃらびっくりした。いやずっと歌詞だと思うんですから。いや、すごいことだ。はい、先生、もう出来上がってます。いいですか？ますか？はい。キーちょっと抜いてたよ。じゃあ、本気のやついきます。はい。それで気入れても同じだったらごめんなさいよ。一応寝てたのに前から。愛され生きるよりも兄弟人には今もなくしていませんってな。合ってたかな。おはようございます。ちゃんとどこでやんの。気楽に。あそこ、あそこなの。結構ちょっとみんな。いやいや、だから五大五天の五だってあかんわ、外れるわ。ちょっと待って。あなたの夢になりたい。
せ今は頂上片手に白髪も染めます昔は髪もありましたおでこの光は冬の星座かすばるか神様お願いあなたけれど兄弟人にも今もなくしていませんってなもしもピアノが弾けたら幸せだけれど釣りバカ元太の笑顔は80キロですあなたてたかな。おはようございます。ちゃんと。どこでやんの？気楽に。あそこ。あそこなの？結構。ちょっとみんな。いやだから。五代五天の五だって。あかんわ。外れるわ。ちょっと待って。一番物臭い一番
様だけは笑顔でしました。あなたの夢になりたい、あなたの捨てきれない夢になりたい。愛され生きるよりも愛しながら生きていたいね。金曜日の妻たちは私にお任せ、ベネチア仕込みのテクニック絵本も書きます。心配も映画も何でもやりましょう。五代の天皇だって夢見ていたんです。あなたもう
していませんってな。もしもピアノが弾けたら